ポン。はい、ということでスピーチャー鑑定団始めてまいりたいと思います。今日はですね、最初に押田あかりさんが来てくれております。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、あとね、チャットの方でですね、まあ、先生方また来ていただいておりまして、アマモンさん、アプリコットブネさん、アメタマさんということで、アメタマさんが名前変わってるのは、これこっちで行った方がいいのかな、清高、佐藤清高さんですかね、どっちで行った方がいいんですかね。はい、ということで、あ、サイカドムさんもいらっしゃいますね。はい、そうそう、アプリコットブレーン、そうか、アプリコットブレーンさんですね、佐藤さんがね。そうです、間違えました。はい、じゃあ、あ、そうか、アメタムさん来てないんだね。うん、わかりました。ということで、アプリコットブレーンさんということで、よろしくお願いいたします。はい、はい、あ、そうですね、まあ、はい、ということで、アプリコットブレーンさんとという感じですね。はい、天野さんもヒーリングでちょっと今参加しております。はい、ということで、すいません、あかりさん、すいません。ということで、何をする人かちょっとご紹介ください。はい、チャット鑑定の方はチャットの方へでね、ちょっと書いていただければと思うんですけど、開始したいと思います。はい、いいですかね。はい、あかりさん、よろしくお願いします。どういったことをやらされている方でございましょうか。はい、スピリチュアルカウンセラーと、はい、あと、そうですね、アニマルですね、アニマルのヒーリングと、それからあとアニマルコミュニケーションをやってます。はい、よろしくお願いします。はい、人間から動物までということで、ちょっと広い感じなんですけどね。はい、どうもありがとうございます。はい、ということで、チャットの方にですね、皆さんチャットの方にですね、ご希望のカウンセリング内容を書いていただいて、ご質問とか書いていただくと、先生方がですね、これはいいなと思うのですね、その先生が選んで、鑑定する形になります。ですから、全員見れるわけではないので、それの点はご了承いただければと思います。はい、ちょっと読んで見ていただけるか見ていただけないかは先生次第ということでね、よろしくお願いいたします。お、ちょっと来たな。これはね、はいはいはい、ちょっと待ってね、これ部屋口いぞ、ちょっと待って、もう一回、待ってね、もう一回、どっちから電話したっけ。あ、そうだ、ちょっと今ね、押田さん、僕からコールするんで待っててくださいね。はい、一回切ります、ごめんなさい。すいません、失礼いたしました。はい、はい、ちょっとグループ通話にしなくちゃいけなかったんで、ちょっと設定し直しました。あ、ありがとうございます。ちょっともう一人増えましたね。はい、ありがとうございます。新しく入ってきたのが、大丈夫かな。さとみさん、こんにちは。聞こえますか。あ、はい、聞こえてます。はい、映像オンになりますか？カメラを接続し、はい。いいんですかね。はい。まずいですか？大丈夫。カードリーディングのためにはカメラが必要です。みたいな。カメラあるんですけど、はい。あれ、まだ繋がってないんですかね？ビデオモードがオンになってないですね。ちょっと初めてなので、ええ、ちょっと、スカイプの画面の上に持っていくと、下に水色でなんか3つぐらい丸とか出てくるんですけど、 3つの丸と赤い丸が出てくると思うんですけど、そのうちの一番左にビデオのマークがあって、それを押すとビデオがオンになるんですね。ちょっとカメラを接続して、はい、あ、カメラついてないタイプのマシンですね、もともと。これを、あ、来た来た来た。
あと、なんだっけ、マイクがあるんですけど、ちょっと待ってください。あ、マイク今入ってますか、大丈夫ですよ。あ、そうですか。なんかイヤホンがあるんですけど、ええ、それをつけた方がいいんですか、ね、イヤホンはですね、周りがうるさくなければいらないです。あ、これで大丈夫ですかね。はい、あー、すごい。はい。初めてなんです、すみません。よろしくお願いいたします。何もできないんですけど。カードリーディングで、はい。カードリーディングでよろしいですか、やるのは。あ、はい、もうそれぐらいしかできないので。はい。はい、カードリーディング、開業とかされてらっしゃるんですか？はい。あ、開業？開業とかされてますか？開業、一応始めたばっかりで、あのアパートの1階がサロンなんですけど。へえ、そうなんですか。まだ始めたばっかりで。アパートの1階がサロン。ん？あ、アパートの1階がサロン。にしちゃったんですよ。へえ、まあじゃあロフトみたいになってるんですかね。わかんないけど。まあいいや。まあ、どういうカードを使われますか？あの、リサさんのカードとか、はい、あの、オラクル、あ、天使のカードとか、はい、妖怪ウォッチとか。あ、妖怪ウォッチ使うの？いや、いや、まだ開発中なんで、まだできないですけど、うん。いや、俺、妖怪をトランプ使って一時期やってましたけど。あの、なんで、おみくじトランプを。これ、あ、取り付きカードバトル。取り付きカードバトル使うんですか？いや、まだ開発中です。あ、まあ、ちょっとありですけどね。うん、まあ、ありだと思いますけど。裏メニューなんで、あんまりやらないです。はい。子供には喜ぶかもしれない。ですね。はい。遊びでやってます。すいません。でもいろんな妖怪が取り付いてると言って、それが出せればいいんだけど、別に取り付いてるわけでない時もあるからな。うん、まあ、まあ、うまくよろしくお願いいたします。はい。引っ越しちゃう。そうし、ああ、そこ今出てなかったですね。すいません。ちょっと切り替わってなくてすいません。はい。これ大丈夫か。もう出てますか？あ、ちょっと今調整中です。すいません。調整。まあ、うまく使っていただければと思うんですけどね。はい。はい、あと、まあ、会社の方でもなんかできましたらまた言ってください。はい。ということで、スピーチャル鑑定団、今日2人、テレビの方は2人になってますけどね。よろしくお願いいたします。はい。ということで、鑑定の方をお待ちしたいと思います。皆さんよかったらね、質問の方をチャットの方にお書きいただければと思います。あ、チャット窓がどうやって、チャット窓ってどうやってやるの？あ、チャット窓。テレビ見てないですか？テレビを出す、はい。あ、さっきテレビ見てなったんじゃなかったんですか？一回、閉じて、うん、はいはい。スカイプにしたんですけど。ああ、わかりました。じゃあ、チャット窓ね、違うやつあげますよ。その方が楽だから。これ、今、スカイプの、下の方にインスタントメッセージ、今チャットで流したんですけど、スカイプの。これをクリックしていただくと、チャットが行きます。うん、見えます？あ、クリックしました。うん、はい。うん、チャット窓、うんうん、ああ、来た。ああ、はい、来ました。これで見れるかなと思います。はい。テディさんの顔だけ見えて、あとチャット窓が出てます。はい。私の顔出てる？おかしいな。まあいいや。右上にちっちゃく。あ、そうですか。はい。はい。よろしくお願いいたします。ああ、何にもできないけど。チャット、ちょっと見えてますよね。来てますよね、チャットね。はい、チャットは見れますね。はい。今、ヤンヤさん、こちらこそいつもありがとうございますと一応目に書いてありますけどね。大丈夫かな。はい。ということで、先生のですね、鑑定をお待ちしたいと思います。はい、始められます。あ、じゃあ、赤井さんお願いします。はい。あ、ちょっとすいません。どれだっけ。杉田さんでいいのか、里美さん、どっち、なんて言うならいいですかね。
鑑定指名がレインローズなんですけど、はい、あ、レインローズ、エクレアさん、はい、レインローズさんね、ハンドルネームが、はい、エクレアで、はい、ややこしいな、ややこしいな、どうしようかな、うん、まあ、じゃあレインローズさんにします、うん、どうしようかな、里見がいいかな何でもはい、じゃあ里見さんでいいかな、いいかな、はい、まあ、はい、まあ後で変えても構わないですけどね、はい、言ってください、はい、じゃあ里見さんということで、はい、あ、そう、ミュートかけておいてください、他の方がねやってる時に、ミュート、ミュートね、画面に矢印を持っていくと下にその水色の丸いのを3つ出てくるじゃないですか、え、出てないですよ、画面に矢印を持っていくと、画面に、あ、スカイプの画面に矢印を持っていくと、はい、これを押す、うん、マイクマークを押すとミュートになるんですね。そうすると自分が何かしてても相手に影響ないので、他の先生がやってるときはこれを押しといてもらいたいんですね。はい、今音聞こえ消えてるので喋っても聞こえないんですけど、うんとかうなずいてください。はい、わかりました、はい、はい、じゃあ、はい、また喋るときは解除すれば大丈夫なんでね、はい、今は、今聞こえてます、今は押した方がいい、そう、今ちょっとあかりさんがやりますのでちょっと押しといていただくという感じでよろしくお願いします、はい、そうすると後ろでいろいろガチャガチャそのカードがやっても音入らないので、何でもできますから、はい、よろしくお願いいたします。じゃあ、あかりさんよろしくお願いします。はい、はい、はい、よろしくお願いします。はい、みちさん、こんばんは。愛犬の縁が慢性的な転換持ちです。彼をますます幸せにしたいのです。メッセージをお願いします。はい。アニマルに関しては、病気を背負ってくる子、稀にあるんですよね。で、我が家にも本当に病気を背負ってきて、長い間苦しんでる子がいるんですけれども、病気の子ってたくさんメッセージを持ってきませんか？苦しんでる姿、辛そうな姿、そういうところを見ること、一緒に戦うこと、まあ、病院に通うこともそうでしょうし、動物病院だとお金もかかるでしょ。で、そういったいろいろな問題を自らも背負う、一緒に戦うというところで、多分こんなこと言っていいのかわからないんだけれども、健康なね動物よりも絆が深まってるんじゃないかななんて思います。で、そうですね、えんちゃん、うん、えんちゃんに関しては、まあどの動物も病気を背負っているとこういうふうに大抵言うんですけれども、飼い主さんが苦しんでいる姿、これが一番辛いと、自分がこう喜ばせてあげられないことが本当に申し訳ないと、そういった気持ちがいっぱいになってます。あなたの涙を見るとき、あなたがわたわたとこう動揺しているとき、そういうときにものすごく申し訳ないなと思いながら、その発作をこらえている。なのでもちろん発作のときはね、心配しても仕方ないことだし、やっぱり愛しているからこそ同じように苦しむんだと思うんですね。それはそれとして、普段は怯えないで、もっともっとこう、なんだろうな、積極的に遊んであげてほしいなって思います。うん、そうですね。えんちゃん自身もそれを願ってる。一緒に笑いたい、一緒に遊びたい、一緒にその、なんていうのかな、一緒のその時間を思いっきり楽しみたいっていう願望がすごく強い子で、そうですね、その病の中から多分、そう、おそらくこの子はあなたとも絆を深めるという目的なんだけれども、あなた自身ももっと深くその別の魂、別の種族の魂っていうのかな、人間じゃないものとの魂、そこの絆が結べる、深く結べる、お互いに感じ合うものがあるっていうことをもっとこう強烈に感じてほしいっていう意味で、学びの対象として来たんだと思います。で、これからも転換でしたよね。
転換ということは何かの拍子でまたそういった放出が起きてしまって、その転換の状態というのは本当にこう硬直しちゃったりとか、泡吐いてしまったりとか、苦しそうな姿なので、本当に辛いかと思うんですけれども、それを一つ一つこう乗り越えていくごとに、もっともっと絆が深まって、もっともっと幸せが深くなると思うんです。だからその子と一緒にいるっていうことは、辛いんだけれども、ギフトが大きい。そのギフトが大きいものを感謝しながら一緒に進むと何かが起きるかもしれません。ちなみにうちのその病の子はつい最近ですね、もう4年以上苦しんでたんですけれども、奇跡的にものすごい改善を見せて、今もなんていうのかな、ずっと寝てるかこうもたもた歩くだけだった子が、今も走り回ってるような状態になったんですね。そういったこともありますし、まあ、長く患ってなんていうこともあるかもしれないけれども、でもギフトの山っていうのは必ず来るので、今その状態を一緒に楽しんであげたり、一緒に乗り越えてあげるっていうことが大事だと思います。なんかちょっとエンちゃん自身が今、そうですね、やっぱりその悲しい顔をしていることで自分がこうビクビクしてしまう、申し訳ないって気持ちがいっぱいあるみたいで、そう、強いメッセージが来ないんですね。どちらかというと消極的な感じがすごくするので、そこをケアして、こうもっともっと明るさが出るようにしてあげてください。お願いします。それからごめんなさいね、続けていきますね。タンポポさん覚えてますよ。前回お父さんの、そうですね、チャネリングというかお父さんとつながってくださいということで前回やったんですけどね、前回は、女性の姿が見えていたんですよね。女性とのこう恋愛の状態っていうのかな。で、なんかこうお父さんも動揺しちゃって、いろんな情報がわーっと来てしまって、結局次回にっていう話をしたと思います。で、結果的にそれがこう何段階かその後やってきまして、それはお母さんとの恋愛時期の映像だったようです。タンポポさんにメッセージをするということで、何て言うのかな、走馬灯のように過去のいろんな思い出がこうわーっと巡ってきて、それを私に直接わーっと投げるから、私の方も何が何だかという状態だったんですけれども、突然に亡くなられたということなんですけれども、お父様は最初やっぱり向こうに行かれたことで、何て言うのかな、納得いかない、なんかこう自分はこっちに来たっていう感覚が湧かないっていう状態がちょっと長引いてしまっているところがあったみたいなんですけれども、今はそうですね、前回お母さんとのこととか、タンポポさんの子供の頃のこととか思い出していろいろ考えているうちにだいぶ落ち着いたみたいです。で、タンポポさんってやっぱりこう陽気なのかな、根が。本当にこう根がしっかりしてるところがあって、で、とても陽気な部分もあるし、ユーモアもしっかり持ってらっしゃる。そういうところがこうお父さんとしては心強かったっていうことですね。自分よりもしっかりしてるって言ってますね。で、ある程度そういったこのしっかりしてきたものに自分自身も頼ってきたって言ってます。で、その自分が頼れるくらいの娘だから、あまり深い心配はしていないと。そのまま自分の強さを信頼して歩んでいってほしいと。それから周りに、周りを世話することも、世話することも大事だけれども、やっぱり自分の幸せっていうものを見つめなければいけないよって、とかく人のことをやると自分のことを忘れてしまう子だからって言っています。特に心配はしていないようですね。そばにいるからって、そばで見てるからって、
前の負担にならないようにそばにいるって言ってます。今まで結構お父さん頼っちゃってるのを感じていたんじゃないかなと思いますけれども。で、今は落ち着いているので心配しないようにって、もういろいろと自分の中でもこの亡くなったっていうことを整理できてきたって言っています。こんな感じですけれども どうでしょう。それから、本さん、最近人間関係で私が勝手に爆発して大泣きするケースがあります。私の今の状態へのメッセージを聞きたいです。それと気になっている男性の前でもいきなり大泣きしてしまい、彼がどう思ったのか、今後の接し方など教えてほしいです。お願いします。本さん、いっぱいいっぱいなんですね。自分の中にこう全部溜め込んでしまうタイプなので、自分のこうキャパ以上になってきちゃってるんですね、いろんなことが。で、そう、そのために、人とのコミュニケーションでも、ほんのちょっとのことでも、なんていうかな、神経に触れてしまうというか、そしてほんのちょっとのことでその感情が高ぶってしまって涙に至ってしまう。涙っていうのは、前にこちらでも話したと思うんですけれども、浄化作用があるんですね。怒りがうわーって爆発してるのに、その瞬間泣いてしまうというのは、もう浄化されていない感情とか、そういったものがいっぱい自分の中に溜まりすぎてしまって、本当は吐き出して浄化して、また新しいものを入れる、こういう循環作業が必要なんだけれども、ポンさんの場合は溜めすぎているために浄化が追いついていないんですよ。だからその何かの感情がポンと出た時にポンと泣いてしまう。それが愛であっても、それが怒りであっても、寂しさであっても、喜びであっても、ある意味感情がね、こう現れるっていうことはすごいいい部分でもあるんだけれども、感受性が豊かっていうことよりも溜まりすぎっていう現象なので、この場合はあまり良くないですよね。彼に対しても、彼はやっぱ動揺してしまいますよね。そういったものですぐ泣いてしまうと、どう扱っていいのかわからない。で、自分でもどう扱っていいかわからない場合は、やはりこう去ってしまう可能性もあるので、今が大事だと思います。まずは、瞑想、皆さんね、なんか苦手って言われちゃうんですけど、これを言うと。瞑想って一番浄化できるし、一番自分にこうエネルギーをつけられるし、あと自分を見つめる作業なので、自分の中に溜まったものを見つめて捨てるっていうこともできることなんですね。で、瞑想っていうのはやっぱりやり始めは眠ってしまうとか、雑念がわーってきちゃって、それどころじゃないよとか、疲れてしまうっていう人いるんですけど、なんていうのかな、もう毎日毎日とにかく目をつぶって深呼吸する、これだけでいいので、それを繰り返しているうちに、だん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 その時間がね、2、3分しかできなかったものが5分できて、10分できて、そうしているうちにだん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 気持ちよくなってきて、自分を見つめることができるようになると思うんです。これが一番浄化にはいいかなと思うんですけれども、あとなんかスピリチュアルやってらっしゃる方なら有名な「ホオポノポノ」とかっていうのもありますよね。あれはその、ありがとうございます、ごめんなさい、許してください、愛してますでしたっけ、この4つの言葉を言うと、自分の中のものがこうどん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 浄化していくって。その浄化するっていうのは、自分のキャパがこれぐらいだったとして、これパンパンに入ってたら入ってこれないんですよね、今その状態だから。ここを開けてあげなきゃいけない、ここにエリアを作ってあげなきゃいけない。そのためにはいらないものを捨てる、どん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 捨ててしまう。ここの空間には喜ぶもの、気持ちのいいものをどん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 入れていくと、自分の気も上がるし、エネルギーも上がるし、もっともっと素直な良い自分を表せると思うんです。だからもう浄化っていうのもインプットして、まずは浄化、自分の中のいらないものを見つめて捨てる、怒りだとか悲しみとか辛いこと、あともう過去に、過去からもずっと背負ってる観念とかね、もういらないものってあると思うの。そういうのをどん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 捨てる。そういった意識で、
今この瞬間から生きてみてください。今が大事です。ではちょっとチェンジしましょうかね。今日2人なので。そうですね。キティさんよろしくお願いします。タリバンコよろしくお願いいたします。はい、こんにちは、よろしくお願いします。出す、今あのミュートになってますんで、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、わかりやすいが、さとみさんに変えちゃった、表示面を。はい、ということで、よろしくお願いいたします。はい、これします。これいいかな。よしよし、はい、うん、まあ最初使いかやり方わかんないかもしれないんですけど、はい、よろしくお願いします。まあ誰かできました？タンポポさん、はい、だけですね今。すみません、やってみます。はいはい、タンポポさんが、4枚カード引きなさいと出まして、キーワードになりますけど、タンポポさん、一つ目が協力、協力、人と協力するっていうキーワードが一つ出てます。二つ目が、正直な、望みに集中するっていうキーワードが二つ目に出てます。三つ目が、お金に関する問題、お金に関することを解決すると、スムーズにいくよっていうメッセージが3つ目に出てます。4つ目が、バランス。天秤の絵柄が出てるタイガーアイのクリスタルのカードなんですけど、まあ、バランスを取るっていうか、ちょっと待って。両極を理解する。中心でいるっていうか、決めないとかそういうニュートラルな状態が、月を呼びますということで、はい、タンポポさん、4つのキーワードで出しました。すみません。はい。で、いいのかな？次。これでいいのかな？はい、ありがとうございます。あ、すいません。4枚、まあ、これ、まあ、どういうのを見てくださいとか書いてもらう方法とかあるんですけど、こういう感じですかね？ただ見てくださいでも。基本的に、私は対面で、うん、こう、キャッチボールしながら見るタイプなんで、はい、うんうん、なかなか遠隔だと、うん、カード引いてそれ伝えるっていう感じになっちゃうんですけど、まあそれで よければいいですか。はい、その時リーディング、相手のリーディングしてるんですか？リーディング、あ、もう全部、うん、なんていうか自分がやってるっていうか、もう、うん、自分は引く人っていう感じで、うん、あ、まあなんていうか、うん、エネルギーリーディングをするんですけど、はい、対面なんですよ。はい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 。ちょっとエネルギーリーディングだと対面じゃないと難しいところありますよね。そうなんですよ。だからカードしかできないんですけど。まあ、なるほどね。まあ遠隔で見れるようになったらいいんですけどね。そうですね。はい。まあエネルギーリーディングで遠隔するとなるとな、まあできると、まあできるといいですよね。だんだんね。そうですね。もう始めできるようになるかもしれない。はい。はい、じゃあまあ、見てくださいだけでもいいんですか？じゃあ皆さん、今皆さんから来る、もうなんか大したことじゃないです、本当にカード引くだけなんで、ごめんなさい。はい。まあじゃあやってみましょうかね、まあ、だんだん、はい、あとは例えばこういう問題があるんですけどとかって、そういうのも受けられるんですか？で 今母親との問題で困ってるんです、どうしたらいいでしょうかとかって質問とか、そういうのも受けられます？どうしたらいいんでしょうか。質問とかはすごい答えられるんですけど、はい、うん、そうですね、カードを引いてそれに対してなんかこう言うっていう感じになっちゃうんですけど、うんう
さっきは4枚って出たんで、キーワードだけになっちゃったんですけど、1枚を掘り下げて、こう、なんか、こう、宇宙とつながってこう言うみたいな風になっちゃうんですけど。なるほどね。まあ、それでも、こう、もしできるんであれば、まあ、チャネリング的な状態ってことですかね。そうですね。チャネリングなのかな。まあ、そうですね。まあ、その対面でやれば一番多分やりやすいと思うんですけどね。まあ、こう、遠隔でやるっていうのもちょっと勉強にもなるし、まあ、やってみてくださいよ。結構言ったらね、それで当たる時もある、当たるかもしれないんでね。もう全部なんか自分がやってる感覚があんまりなくて、本当に遊んでるだけって感じでやってます。じゃあ次の方見ていっていただいてよろしいですかね。このままですはい。か？じゃあチェンジした方がいい。それとも、チェンジ見とで。いて、見といてできましたって言ってくれれば、私の方で、カメラ映しますから、できたら言ってください、また。できましたっ て言うんです。まあ、手で合図してもいいし、だから、他の先生が見てる間に、次の人を見とくことができるんですよ、その次の先生が。じ仮ゃ、番号だから。じゃあ、やってみます。そんな感じで、やってみままあ、赤井さんもう何度も出てんで慣れてんで、もう何人もバババって見といて、バババって答えちゃってるんですけど、まあ、最初、一人一人でもいいですよ。じゃあ、ちょっと切り替えてみますね。赤井さん、すいません。そろそろ次の人できてますか？よろしくお願いします。まず、カタキリーナさん。セターという大型犬ですね。セターの犬なんですけれども、もうちょっと具体的に書いてもらえると、いいかなと思います。今日ちょっとなんかいっぱい来てるので、カタギリーナさんにつながって何をしたいのかなっていうところを尋ねてっていう、その段階はちょっと厳しいかなと思うので、聞きたいことを書いてください。聞いてみたいさん。家族間で急に普通のやりとりが噛み合わなくなり、攻撃を受けるような場面になるのはなぜなのでしょうか。対応方法もしくはヒントをいただけますか。そうですね。全体的にネガティブになってるんじゃないかなっていうのがすごく感じてきますね。で、ちょっとね、霊的なものも感じるんですよね。何かお家の方で変わったことあるでしょうか。そう、家族全体がどちらかというと本当にネガティブエネルギーがすごく高まってる状態なので、触れるとこう喧嘩になってしまう。ちょっとした言葉でも、言葉のあやっていうのかしら、そういったものでどん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 こう悪循環を起こしているような状態ですね、今は。そうですね。まず、霊的なものっていうのは、何が原因で来たのか、ちょっと時間がかかってしまうので、ここでは簡単にやってみたいと思うんですけれども、まず家の気を払ってください。悪い気をっていうのは、じゃあどうするのかっていうと、私たちみたいな霊媒師とかそういった能力があるものではなければ、難しいかなとは思うんですけれども、石とか好きですか？もし石が好きであればクリスタルを皆さんの集まる部屋に置いたりとか、あと玄関とか水場ですね、塩を持って浄化をする、ブロックをする。でもその前にあなた自身の以前に払えることあるんですよね。目を閉じてイメージをしてくださいね、部屋の中を。で、なんか気持ち悪いなと感じる場所があったら、そこに紫色の光を送るようにして、どん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 押して、部屋の外へ送り出すような感じで。で、強力な霊の場合はもうやっぱりそういう専門的な人じゃないと厳しいと思うんですけれども、ちょっとしたものであればそれで押し出すことができるので、それから塩を盛るといいと思います。塩を盛ると
悪い霊がわーっているところでもう持ってしまうとね、なんか外に出れなくなっちゃうんですって。なので、一旦自分でこう、部屋をわーっとこう、目を閉じて、感じ取って、嫌だなーと思うところを払う。で、まあ、あとはですね、皆さんの気が上がれば、そういった霊が来ても、ブロックできるんですよね。で、今皆さんがすごくネガティブな状態ということがあるので、一旦ね、みんなで旅行に行くとか、皆さんでカラオケに行くとか、みんなが楽しめるところ、そういうところで一旦こう、わーっと発散してください、そういうエネルギーを。ということもまず一つですね。で、まあちょっとね、こんな短い間でね、すべてをこう網羅して完璧に直してあげられることがちょっと難しいところではあるんですけれども、どっちにしても悪い例とか過当な例っていうのは、本人が呼んでることが多々多い。自分自身のネガティブな気持ち、寂しい気持ち、何かこう、むさぼっているような感情、そういったものがどん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 、変な不自然霊とかね、その辺にいるこう下の方の霊がね、寄ってきちゃうんです。それをどん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 抱えていってしまう。そういったところがあるので、極力自分の気を上げる。で、神社など行ってみるのもいいかなと思いますので、まずはそこからスタートしてみてください。で、本当に悪化してどうにもならないようでしたら、後でまた私も連絡先を載せますので、そちらの方にご連絡ください。それから、メイさん、うちのワンコ、コーギ、名前はコニーのリーディングとヒーリングをお願いします。明日が16歳の誕生日、年のせいか、半年前から腰がぐにゅぐにゅして後ろ足が立たなくなり、ほぼ寝たきりです。でも毛艶もよく、毎日機嫌よく過ごしています。ニコニココニーです。よろしくお願いします。16歳のお誕生日おめでとうございます。うちもね、おととしかな、去年、おととしですよ、おととし19歳になる猫が大往生で亡くなりました。やっぱりね、年を取るとね、あちこち体はね、もう傷んできちゃうので、病だったりね、いろいろな故障が出てきちゃうんですけれども、でも機嫌よく過ごしてらっしゃる。しかも後ろ足が立たない状態。まあコーギーって言っても結構重さありますからね。で、寝床ができないように転がしてあげたりとか、いろいろ大変だと思うんですけれども、そういうコミュニケーションって犬大好きなんで、触れられること、話しかけられること、目を向けられること、本当もうこれが命っていうぐらい犬は大好きです。だから今こう病であっても、みんながこうわーってこう心配してね、触ったりとか声かけたりとかね、するからね、すごく嬉しいんだと思う。だからね、多分コニーちゃんはね、機嫌がいいのよ。病気だから見ないようにっていうタイプだと、やっぱりしょげてっちゃうのね。だからね、本当にね、メイさんの家庭は素晴らしい家庭だと思います。ね、そうですね、ヒーリングですね。ヒーリングの方は、一旦ここでチェンジしたら、5分ほど流しますので、様子見てあげてください。で、そうですね、リーディング。コーギーちゃんからのメッセージに、ね、コーギーちゃんからの。笑ってるっていうか、もうすごく楽しそうな顔が今私の目の前に見えています。目がこううるうるしてね、あなたのことをこう嬉しそうに眺めてる姿。そうですね、すごい信頼関係もできてるし、お兄ちゃんはすごく安心してます。今自分の体がしんどくても、なんていうのかな、みんなが明るく接してくれてるのかな。だからか、そんなにこう、負担に思ってないみたい。確かに体が動かないことは悲しかったり、やっぱりこう、動物ってこう、本能でね、四季とか分かってるのよね。自分の体の状態とか、全部分かっていて受け止めている。それが人間とちょっと違うところ。動物は全てそのままを受け止め、そのままを愛し、そのままを生きている、そういったこう魂なので、今の状態もそれはそれで受け入れてます。で、
とにかく幸せ、愛情がすごく分かって感じているので不服はないみたいです。ただね、少しでもね、体が楽になって足がね、動けたりするといいですよね。あとでちょっとヒーリング流しますので、今からじゃあチェンジしますので、様子見てあげてくださいね。じゃあテディさん変わります。テディさん、あれ、はい、ありがとうございますはい、ということでティーに戻りましたけどね。はい、スピーチャー鑑定団の日なんですけどね。はい、よろしくお願いします。さとみさんはできてるかな、そろそろいけそうですかね。ミュート、ミュートあ、いけますか。はい大丈夫です。大丈夫、はい、はいはいじゃあ、はい、はい、全員やる必要はないのでね、自分がやりたいと思った人をだんだんやってってもらえばいいので、ゆっくりやってください。はい、ありがとうございます。ももさんかな、ももさん、カード4枚引きましたまず1つ目が、マイペースでいいですよっていうメッセージが来ています。聞こえるかな？マイペースでいいんだよっていうのと、もう一つが、今、種をまいてから、今、収穫の時期ですっていうメッセージが二つ目に来ています。3個目が、自然とつながる、自然とつながるというキーワードでメッセージが来ています。4つ目が、アファメーション、アファメーション。アファメーションっていうと、決めるっていうことでしょうかね。なんかこう、願いを、願う。願う。決める。決めちゃう。で、唱えちゃう。実現させてしまうっていうか。そのようなメッセージ。4つ引きなさいということで、キーワード出ました。で、あと、もう一人、ややさん。ワンカードで、1枚引きなさいということで、言います。大切なものは、身近にあります。今いる場所が、今一番いい場所です。当たり前のものを、失った時に、あ、これは、すごく素晴らしいものだったんだなって、今いる場所が一番いいとこだったんだなっていうふうに、わかるので、失う前に、今、あ、今ここすごくいい場所なんだなって、わかってると、何にも失うものがなくて、もういいことばっかり起こりますよっていうメッセージが来ています。はい、以上です。いいかな？はい、ありがとうございます。はい。もう一人行く、はい、それとも今度、ちょっとまた立ってからもいいですか？あ、まだ立ってからです。はい、わかりました。ありがとうございます。はい。だんだん慣れてくださいね。あ、はい、ありがとうございます。はい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 、はい。ということで、ね、今ちょっとあかりさんも闇に入っているので、ちょっとお待ちしたいと思うんですけどね。はい。もうすぐ、まあ、すごい見てましたね。はい。ミキさんからね、赤井さんのありがとうございましたが届いております。縁はいい子すぎる子で、たくさんのオペを乗り越え、たくさんのギフトをいただきました。転換、10年で様々なミラクルとともに味わいました。多次元を操作する施術で、肝臓体重を1日で急激に落とし、縁に犬らしさを少しずつ
出し始めました。縁を通して様々な気づきと学びで成長させてもらっています。今は縁が転換を何回してもしっかり抱きかかえています。赤井さんアドバイスくださったように、縁は主張が少なく感じやすい子なので、私の中の感情の微妙な変化に注意します。そしてお出かけ、遊んだり、ほよほよしたりが大好きなので、もっともっと一緒に今を遊びます。ありがとうございました。ということですね。はい。という感じなんですけどね。あと、バックの方ですね。アマモンさんが、QE プラス ME と何かですかね、をヒーリングしてくれております。まあ、ヒーリングをご希望の方はね、天本さんにちょっと言っていただければと思うんですけどね。はい。あとは、そうですね。また中間さんがね、ハイヤーセルフから見たこれからの展開、方向性についてアドバイスをお願いしますとか言ってますね。そういうのも面白いですね。はい。あと、アプリコットブレインさんがですね、また、やってエネルギーヒーリングをしてくれておりましてですね、はい、まあ、どんどんやってますね。ピッピさんをやりました、キノコさんやりました、ヤンさんをやりましたね、ということでだんだんやっていらっしゃるようですね。はい、はい、これね、ドンさんね、ドンさんでもしよかったら、ね、ドンさんもね参加していただけるといいなと思うんですけどね。はい。自覚法か、まあ、道夫さんね、自覚法ね、これ悟りの道とか見ていただくとね、時々出てくるんですけど、自覚で聞くと載ってるんじゃないかな、スピーチャーテレビの中でね。うん。はい。という感じなんですけどね。ほへ、あ、ドンさん、また出てきてよ。ずっといないって出てきてよ。表に。うん、あ、なんでさ、そっか。なんで参加しましょうかね。うん、いや、なんでもいいですよ。うん、そうか、ちょっとアニマルコミュニケーションで被るとこもあるのかな、わかんないけど。まあ、ドンさんよかったらですね、お願いいたします、またね。うん、ああ、スカイプとかですけどね。まあ、チャットでもいいですよ。どっちでもいいですよ。うん、ドンさんがやりたいやつで。ストミさんってまだやってます？まだできてないですね。あ、はい、大丈夫です。できてます？じゃあ、よろしくお願いします。はい。NN さん？ NN さんでいいのかな？あ、NN さんですかね。はい。喜びを表現しましょう。自分の楽しいことを人に表現をしましょうっていうカードが最初に出ました。はい、で、あと、あ、すみません。4枚引きなさいっていうことで4枚引いてます。次が、過去の浄化っていうのが出てて、過去を、クリアにしていけば、うん、軽くなって、前にこういい方に転がっていきやすいっていうか過去をクリアにしましょうっていうカードが出ました。はい、はい、で次が、お花のカードが出て、圧力、外側からの圧力に対して何て言うかな、対して、こう、まあ、エネルギーをこう、自分をこう、守りましょうっていうカードが出ました。なので、
周りにこう左右されないでこう圧力かけられたとしても、へっちゃらな状態っていうか 自分を守りましょうっていう感じですね。で、もう一つは、今引きます。すいません。手放しましょう。いらない。自分が欲しくない。この現実はいらない。っていうものは、どんどん手放して、欲しいものだけ、これは欲しいっていうふうにすると、楽に生きられますよっていうメッセージです。はい、ありがとうございます。あ、さとみさん、カメラのさ、位置ってさ、スカイプの上に移動することできる？スカイプの上？いや、カメラって、どっちかっていうと、さとみさんから見て、左側についてるじゃないですか。で、左、はい。そう、そうすると目線がね、まっすぐになんないんだよ。もうすぐなんない。だからね、その場合は、カメラの位置を、カメラの位置をね、スカイプの上に持っていければいいんですよ。こうかな？ こうかな？こうですかね？ああ、だから、さとみさんが一番よく見てるところの上にカメラを持ってくると、一番目線が合うんですよ。こう？まあ、そうすると消えちゃうんだよね。あ、こう？こう？そう、そうだけど、いいのかな？あったのかよいしょよいしょ。な？ なんか可愛いですね。ええ、二十歳ですか、まだ。すいません、30です。あ、そうですか。はい、だん動だん作増がえ二まし十歳っぽいんですけど。た。よく言われます。あ、はい。そうっすか。こう。まあ、そういう感じですね。そうすると、正面でやると、信頼感も増すし、説得力も上がるので、横目だとちょっとこう、なんていうかな、こう、なんかこう、やっぱり変じゃないですか。変かな。対面じゃない感じだから。対面じゃないか。じゃあ対面で。よろしくお願いします。はい。でもちょっとあれかな、まあカメラが一番いいのはスカイプの上にあることが一番便利なんですけどね。目線が絶対合うから大体。なるほど。まあいいや、本人ができるやりやすい方法でお願いします。まあ苦労しない感じでね。ということで今記録切り替えてますけどね。できましあ、じゃあ、あた。かりさんいきますね。はい。まず、天狗さん、こうちゃん、ありがとうございます。素敵なメッセージで。それから、みちおさん、瞑想が苦手。ほんとね、私は、やっぱり最初、瞑想ができなくて、ブログにも、瞑想って一番簡単なのに、できないなっていうようなブログを書いたことあるんですけれども、私がなんで瞑想ができるようになったのか、やはりですね、繰り返すんですね。短い時間でも多くて、深呼吸、呼吸を意識する。もう眠っちゃってもいい、でも開き直っちゃった方がいいかもしれないし、雑念出るならもうできちゃえって思った方がいいかもしれない。流れにね、抵抗すると余計なんかこう、こじれていくような気がするんですよね。だから雑念がわーってきたんなら、もうそれはもう出るがままに任せてしまうって言った。もういいやって。出るんだったらもうとことん出してやれっていう感じですかね。で、あと眠るんだったらもう寝ちゃったんならそれはそれで向こうに行ってミーティングでもしてるのかなって、記憶が残ってないけど。っていう風な開き直りで、ただ、毎日やるっていうのを心がけたりとか、あとですね、瞑想しやすい状況をつかんでみる。私の場合は音楽なんですよね。音によってその瞑想の世界ドーンといけちゃったりするんで、今はなくてもね、できるようになったんですけれども、最初は誘導瞑想とか、やっぱりそういったものの方が楽だったりとか、あと好きな音楽ですね。なんか心がじわっとくるような音楽とか、あと先日出たカレルさん。奥様のリエさんとお友達なんですけれども、彼女に勧められて、カレルさんの CD を買って、
そういうの聞いたりとかね、しながらやってます。あと、そうですね、石、こういったあのシャーマンストーンとかね、そういったものを持ちながらこうセンタリングしたりとか、そういったこういろんなこう小物っていうのかな、そういうものを使ってみると自分に合うやり方って見つかるかもしれないですよ。あと、そう、あの禅とかね、禅寺に行って一旦そういったこう緊張感の中でやってみるとかね、あの自分らしいやり方ってあると思うので、あの型にはめないで本の通りにするとか、誰かに言われたからこうするとかしないで、いろんなこと試してみてください。一番気持ちいいやり方があなたになってると思います。それから、そうですね、朝さんだったかな、エネルギー不足、このエネルギー不足っていうのを解消する方法と、私は私自身のことに関して言うと、私はすごくナチュラルエネルギーを取るタイプなんですね。で、特に植物関係のエネルギーが自分に合ってるみたいで、そちらから自分の体を通して自分のエネルギーとマッチングさせてヒーリングをするっていうのが私個人。それと、その次の段階で私のガイドの霊を介してっていうやり方のヒーリング、この2つをやってるんですけれども、一時ね、自営を始めた時に外に出なくなったんですよね。もうコツ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 やることがあって、準備段階でいろんなことをやっていたので、全然家から出なくなって、もう具合悪くなってしまって、でその時に出たカードがもう木とかね、そういう植物系のものがうわーって出て、これはダメだなと思って行ったんですよ、公園に。でももう一日中ぼーっとしてるだけでもパワーがどんどんみなぎってきてね、その後も全然体も楽になったし、体調も良くなったし、つながりやすくもなりました。これは私の方法です。朝さん、あなたが気持ちのいいところがいいと思うんですよ。海だったりとかね、自然もそうだろうし、そう、音楽聴けるところでもそうかもしれない。映画を見るところでもいいかもしれない。あなた自身が心地いいなっていう場所に、一日自分を甘やかせてみるっていうのかな。そういった行動をするといいかなと思います。エネルギーはあと食べ物ですよね。やはりこうナチュラルなオーガニックなんかいいと思いますよ。そういったものを体内に入れて、体内からエネルギーを発生させていく。いろいろな方法がありますけれども、基本はやっぱり自分が気持ちいいか、ワクワクするか、楽しいか。それを食べることですごく幸せな気分になるなら、そのものを食べた方がいいし、環境もそうだと思うんですよね。とにかく自分を甘やかせてあげてください、時には。ね。で、あとですね、そうですね、本題いきますね。千尋さん。ある友人といつも会う約束をしますが、気分が乗りません。日にちが合わなかったり、ドタキャンしてしまったり、それが2年ぐらい続いています。嫌いじゃないのに、どうすれば友達と会えるようになるのでしょうか。よろしくお願いします。千尋さん、それはその彼女だけですか。もしもそうならば、今会う段階じゃないんでしょうね。そこまで妨害したり、自分は嫌いじゃないのになぜか会いたくない。それは心の声があなたに言ってるんじゃないですか。それは、その人があなたのそばにいたら悪いことが起きるってわけじゃないんですよ。今お互いが会うことによって慣れ合いから、あまりいい状況にならない、お互いの学びにとっていい状況じゃない、そういった場合会えないこともあります。そうですね、今はそう、お互いが今成長する時期なんだと思います。特に千尋さん、千尋さんは今自分自身を見つめていかなければならない時だということが今来ていますね。で、その人と会うと自分の中の依存心や嫉妬やいろいろな感情が吹き出してしまう。で、とかく
自分じゃないところから情報を得たり、自分じゃないところから自分の気分がこう変動してしまいがちなんですよね、千尋さん自身が。で、今この時代がね、なんていうのかな、宇宙規模で変わったりしてるじゃない。そういう時期だからこそ、成長してほしいということが千尋さんのガイドから言ってほしいって今来てます。この時期だからこそ自分を見つめて自分を知ることをしなければ、今だから成長できるんだよって、まあ2年間いろいろ見つめてきたでしょうけどね、多分その2年間の中でも自分でいろいろ変動があったんじゃないでしょうか。それを今ここで思い返し、何が変わったのか、そして自分が何を欲しているのか、何をしたら気持ちいいのか、何をしたらワクワクするのか、一旦棚卸しをしてみてください。で、自分を怖がらないでって言っています。自分を知らなければこの先進めないと。もちろんもしあなたがその人に会いたければ本当に必死の思いで会おうと思えば会えるはずなんです。でも合わないっていうことは、自分の心の何かがそれを脳と言って、じゃあその脳はどこから来て、まず自分を高めなければ、そのお友達とも傷つけ合ってしまうところが出てくるからじゃないんでしょうか。一旦自分をもうちょっと掘り下げてみてください。ガイドはそう言っています。どうでしょう、そろそろチェンジいきましょうか。はい、ありがとうございます。さとみさん、いける？はい、一人ですが、はい、はい、さゆかさん、あ、水川さゆかさん、ちょっとこの後入りますね、もう一人ね。はい、さとみさん、お願いします。はい、照明、ちょっと待ってください。照明はい、すみません、桃色さんが、はい、3枚引きなさいということで3枚引きました。はい、仕事についてとのことなんですけれども、1枚目が女性的な、女性的なエネルギーを大切にしましょうっていうメッセージのカードが出ました。そうですね。仕事に関して、真逆のエネルギーのカードが出たので、なんていうか、ガツガツこう、外にこう向かっていく男性的なエネルギーよりは、こう、育むっていうか、育てるようなエネルギーを大切にすると、うまくいきますよっていうメッセージだと思います。で、2枚目が、もらうこと、与えるばっかり、こう、奉仕する、仕事で、奉仕するばっかりではなくて、まあ、それによって、こう、返ってくるものっていうものが、すごく大きいので、もらうことも、集中というか、意識して、与えるばっかりじゃなくて、自分も幸せにするっていうか、そういうエネルギーに目を向けるといいですよっていうのが出ています。3枚目が、自分の信念。自分がこうしたいっていう、強い思いっていうのを、揺るぎないものにして、自分をしっかり持って、周りに流されないでこう、自分はこうだっていうので、いいですよ。そのまま行って大丈夫ですよっていうメッセージが3個目に来てます。桃色サンゴさんは、はい、以上です。はい。あれ ?OK かな。ごめんなさい。ちょっと水木さやかさんがちょっと加わります。よろしくお願いいたします。
さやかさん、こんにちは。ちょっと声が小さいかな。ちょっと小さいですね、声が。スマホからなんで、調整のやり方が、あ、そっか、こうか。大きくなってきた、大きくなってきた。こうだ。大きくなりましたよ。多分いけるはず。はいはいはい。どうも、久しぶりでありがとうございます。大きさ大丈夫ですか？大丈夫ですよ。ご無沙汰しております。はい。お元気ですか？大丈夫ですか？あ、はい。チャネリングか、霊気ヒーリングの二択ということで、はい、チャット参加っていう形でやってますけど、はい、これから音声でガガガガっとやっていきます。はい。そうですね。今ピッピさんまで終わったので、はい、次、スーさん、チャネリングメッセージ、3月末ぐらいまでのチャネリングメッセージということでお届けしておりますので、それぐらいの感じで皆さん聞いていただけたらいいかなと思います、はい、でチャネリングメッセージなので、人それぞれに全然言うことが変わってくることもあり、ダブル方もありだと思いますんで、その辺ご容赦ください。よろしくお願いします。はい、次、スーさん、チャネリングメッセージっていうことでお届けしたいと思います。スーさんは食べれるのかどうかよくわかんないですけど、魚介類を、食べてくださいっていうメッセージ来てます。特に魚介になるの？イカ、ぬるっとした感じが苦手なのかな？よくわかんないけど、なんかこう、まあ、鍋の美味しい時期でもありますし、まあ、イカは鍋に入れんけど、そういうの召し上がってみてください。一番おいしい時期っていうのを逃さないでください。はい、次、ななかさん、チャネリングメッセージをよかったお願いしますっていうことですけれども、ななかさんの場合はやっぱり同じメッセージが来る。スーさんと被るけれども鍋なんだけれども、七香さんの場合は野菜を中心とした鍋、ちょっとこう繊維質とかが足りてないのかなっていう感じが見受けられます。まあ、季節の総決算みたいな気分ちで一度いただいてもらえたらいいかなと思います。何回も何回もしなくて大丈夫です。はい、ねえ、ちょっととりあえず、他の方お願いしていいですか？はい、ありがとうございます。そしたら他の方ができるまでちょっと待っていようと思います。できたらまたちょっと言っていただければと思います、ね、いっぺんにバーッとやっていただきましてどうもありがとうございました。はい、ということでね、今サイコドンさんが加わりましたけどね、ありがとうございますね。いろいろ来てますね、うん。今年のテーマは女子力アップですとか書いてますね。ティリは男性力アップしなきゃダメかもしれないですね。うん、女子力アップしてるので女子力アップしてもしょうがないんだけどね。うん、はい。うん、なんか面白いことがあるかな。ね、このドンさんのところでね、1番お願いします2番お願いしますとかってちょっと面白かったですね。いきます。あ、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ではマコリンさん、お久しぶりです。僕は死んだ身内の誕生日と同じ数字の車のナンバーと頻繁に遭遇するのですが、父、母、姉、祖母など皆の数字と遭遇します。
中でも死んだ母の父であるおじいちゃんのナンバーと頻繁に出会います。何かメッセージがあるのか知りたいです。随分身内の方が亡くなられていますよね。お父様にお母様にお姉様に、まあ祖母とかね、おじいちゃまとかそういった感じですとね、まあ年齢的なものもあるのかなとか思うんですけれども、今私がマコリンさん自身から感じるのは焦り、これが来ています。何か焦ってませんか？マコリンさん自身が今その焦りの中から自分の人生がこう、なんていうのかな、バランスが取れていない状態に見えます。で、そのバランスが取れていない状態というのは、様々なトラブルに巻き込まれる可能性がありますよね。で、ここまでご家族の亡くなったその車のナンバー、危機的状況になりますよっていうメッセージであるのは間違いないと思います。それはマコリンさんが感じてますよね。で、とはいえ、それを怖がってそこに意識がいってしまうと、本当にトラブルに巻き込まれる可能性があるので、家族がね、自分を守ってくれているという見方が一番いいんじゃないかなと思います。特におじい様がいらっしゃるのはご家族の代表ということで、ごめんなさい、今同時にいろんな人が、もっと人生を落ち着いていきなさい、人生一つ一つを楽しみなさい、あなたはその焦りの中から大事なものを見失ってる、その見失っているがために本当に大切なものも過ぎ去ってしまうし、その危険回避っていうのかな、そういったところも見逃してしまう。で、自分自身が喜べないものを呼んでしまう、今そういう状況みたいですね。これは変えられます。マコリンさん自身のやっぱりこう、現実を作るっていうことが大事じゃないですか、スピリチュアルの世界でいうとね。今この時を生きる、そして自分が現実を作る、これって本当に大切なことで、今マコリーさんが今私がこういったことを言ったことによってネガティブな方へ持ってかないでください。家族はもう本当にね、一丸となってね、マコリーさんの後ろについてる感じで守ろうとしてるんです。気づいて気づいて気づいて、本当に自分の人生をちゃんと生きてって、そういう訴えをものすごい強く言ってきますね。すごく心配している。でもね、それだけね、すごいパワーで守られてるってことは、マコリさん次第なんですよ。あなたが腹を決めて、しっかりと自分の今を生きるってことに覚悟を決めたら、絶対流れは変わります。これだけの人がついてるんだもん。だから、今の状況もう一回自分で振り返り、見つめ、そして今この瞬間、自分が求めているもの、自分を大切に思っているもの、そして自分が気持ちいいこと、自分がワクワクすること、今日はもうこの話ばっかりになっちゃうんだけれども、本当に自分が得たいものをちゃんともう照準合わせて、そこのイメージをうわっとね、膨らめて進んでほしい。たくさんの家族があなたを守ってくれています。そういったメッセージです。頑張ってね。それから気になったのは、誰にっていうあれではなかったんですけど、花猫さんですね。私は息子のことで悩んでいます。このところ登校拒否があり、学校に行けないということで死にたいと言ったりして、対処に困っています。私もね、やっぱり娘がいるので、そういう時期もありましたし、娘もこうすごくセンシティブなところがあるので、
やっぱりね、手を焼いたりもしました。すごい冷たい言い方をすると、人の人生って親子であれ何であれ変えられない。だから息子さんは息子さんの人生、息子さん自身が歩まなければ、親の私たちは何もできないんです。言えば言うほど空回りしたり。じゃあ何をしてあげるか。まず本当にね、死んでしまうかもしれない。そう思うなら。何か心の闇があって遠くを拒否をするのなら、世俗的な価値観とかそういうもの、一切もうそんなもの取っ払って、親としてあなたは何をしたいですか。まず、お子さんの命を守りたいですよね。お子さんの心を守りたいですよね。そう思ったら、一旦休ませてはどうでしょう。それもあなたが心地よく認めてあげる形で。で、休ませてあげて、心をリラックスさせて、その中で少しずつ受け止めるというキーワードだよによって息子さんの気持ちを聞いてあげてください。そこではガミガミ言わない。そこでは自分の意見を言わないであげてください。ただ聞くんです。ただ受け止めるんです。そしてその場では言わない。そういった形で息子さんの気持ちをまず受け止めて流してあげてほしいんです。そこから考えましょう。次のステップはまず命が大事。まず心が大事。そして、自分の人生を自分で生きなければいけない。親でも変えられない。ここが、すごく難しいところ。じゃあ次は、息子さんが好きなことは何なのかな。親の目線だから、今の息子さんと合わないかもしれないけど、そういった選択肢をね、与えてあげる。本でもいいし、映像でもいい。何かこう出かけることでもいいから、息子さんの良い刺激になるものをいくつかこうヒントとして与えてあげるっていうことも大事かなと思います。とにかく親御さんがしっかりして、でもう変な価値観は捨てて、誰かに何か言われるとか、今ちゃんと学校に行かなければ社会的に抹消されるとか、もうそんなことは関係ない。どんな時でもやり直しがつくし、どんなことでもやろうと思えばやれる。どんな苦難の状況でもね、どんなマイナスの状況でも、人よりもすごい結果を出す人もいるので、そこはドンとお母さん構えてあげてください。お願いします。では、チェンジお願いします。はい、ありがとうございます。ということで、他の方でできてる方いらっしゃいますかね。あと、でも時間がね、もうだんだん経ってきてしまって、54分になっちゃったんですね。だから、あと1人、2人っていう感じなんですけどね。はい。さとみさん、とんさん、だからいける方いますか？はい。お願いいたします。一人ですが、はい。みちおさん。4枚出てます。一つ目が、赤いマークというか、止まれのマーク。ちょっと一旦立ち止まって、確認をしてから、進むといいですよっていうメッセージが来ています。あ、これカード前出してもいいですよ。あ、出します。うん。ちょっと待ってください。すいません。あと、二つ目が、はい。お金に関することを、そこを突破すると、次に進めますよっていうのができます。3枚目が、これも女性的な面に、目を向けるといいですよっていうのが出ています。で、4つ目が、創造性の、見えるかな？見えるかな？見えます。アンバーが出ました。ラッキーカラー、今のラッキーカラー、アンバー。創造性、
創造性を、クリエイティブ、何かこう子供のようなエネルギーに変えて、クリエイティブなことをしていくと、うん、なんかこう純粋な気持ちに戻ってワクワクしたりとか、もうやってみたいって思ったらもうパッとやってしまうとか、そういうふうにするといいですよっていうカラーメッセージが来ています。はい、以上です。はい、ありがとうございます。これ最後になっちゃうかな。はい。まあもしできるようだったらチャットの方で、まあ全員見る必要はないんですけど、まあ、ここでお会いでもいいし、まあ、気になる人はあのチャットの方で回答していただいても構いませんので、よろしくお願いします。サイカさん、何かしますか？はい、じゃあ、霊気ご希望のもこさんとキャロットガールさんには、チャットで流した通りに、自分で気になる場所、例えば肩凝ってるとかでも十分なので、手が届くところがあればあの手を当ててください。そこから私のエネルギーを手を通して流すようにあの設定しておりますので、あの今から10分ぐらいですね、あの受け取り放題にしておりますので、その設定でよろしくお願いします。しばらく手を当ててください。で、チャネリングメッセージなんですけれども、ちょっと前後するというか、どうにもこうにも出てこない方もいらっしゃるので、順番に答えれる範囲で答えていきます。ミキさん、ミキさんはあのバレンタインは終わりましたけれども、自分へのチョコレートって渡しましたかっていうメッセージが来てます。まあ、自分を甘やかすという部分もあるのかなと思うんですけれども、まあ、ホワイトデーもありますしね、自分に対してもバレンタインのチョコレートをぜひ差し上げてください。で、次、ピノさん。意味不明ですけれども、人参を食べてくださいってことです。次、アルさん。アルさんは、募金とか、そういった、社会奉仕、大きなことじゃなくてもいいんですけど、募金が一番簡単かなと思います、アルさんの場合。金額は別に自由です。で、誰にとか、そういうのも、対象は誰っていうのを設定してません。手放すという、自分の持ってる財産を手放すことによって人が喜ぶ、自分も喜ぶということをちょっとだけ感じてみてください。はい。次、サナさん。サナさんは意味不明かもしれないですけど、スキップっていう言葉が出てきます。飛ばすんではなくって、スキップ、ランランランのスキップですね。運動してくださいのことなんですけれども、まあ、お外でね、まだちょっと寒い時期ですし、運動苦手とかいうのもあるようだったら、もう自宅でできる簡単な運動、もう本当に肩回すだけとかでもいいので、ちょっと体を動かしてくださいというメッセージが来てます。ね、寒い時期ちょっと仕方がないですよね、なかなか運動できないのは。で、次、美咲さん。お掃除なんですけれども、ポイントとしては、家の周りのお掃除とか、街のお掃除活動みたいなのに参加してみてくださいということです。ね、掃除となると、どうしても家の中だけがメインになりがちですけれども、家の周りもきれいにすることによって、美咲さんが浄化されていくということが、メッセージになっています。次、ももさん。お友達と休日にランチとか、そういうプチ贅沢をしてみてください。ランチも何だろう、ちょっと手軽に行けるとかではなくって、ちょっとプチ贅沢かなって思うようなところを行ってみてください。その優雅な時間っていうのも、外食には含まれてますので、そういう時間を過ごし方をちょっとお勉強なさったらどうかなと思います。次、きのこさん。きのこさんは今すぐというかできると思いますが、放送終わったら大の字で寝転んでください。
体が縮こまっておりますので、気持ちを解放するという意味でも大の字で寝転んでみてください。とりあえず私が見れたところはそこまでなんで、テディさんよろしくお願いします。どうもありがとうございます。ということで時間になってしまいましたで、今日はこの辺で終わりたいと思うんですが、まあ、今テレビにいるご3人の方で、まあ、なんか喋ってみたいこととか宣伝したいことがあれば言っていただきたいと思うんですけど、ありますか？どうぞすいません。あ、じゃあサイカさんからいきますか、とりあえず。はい、別にイベントとか出展するとかいうのではないんですけれども、うん、アメブロの ID を変えてしまったので、うん、以前とブログが変わりましたんで、もしよかったらみんな見ていただけたら、大したことは書いてないんですけれども、私が何してるのっていうのがちょっと垣間見える程度のブログですが、はい、よかったら見てください、はい、URL はチャットの方で流します。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、で他の方は誰かいらっしゃいますか？はいはいはい、どうぞ。そうですね、最近サロンを開きました。ここの1階がサロンになっているんですけれども、よければブログをご覧になっていただいて、お越しいただければと思います。あと、劇団をちょっと立ち上げようと思っていて、今、メンバー募集をしているので、もし興味があれば、スピリチュアルな劇団なので、あ、劇団っていうか、なんかイベントをするというか、コラボするっていうか、そういう感じなんですけど、うん、まあ、そういうのをメンバー募集とかもやってるので、ブログ気になったらご連絡ください。年1回のパーティーを予定していますので、参加費が無料なので、コース料理が無料で食べられますので、メンバーに入れると無料で食べられますので、よかったら、来てください。自分で持ち出したらダメだよ。え？あんまりまあいいか、まあはい、メンバー入ると無料で食べられるんですか？あ、そうです、はい。大丈夫なのかな、運営できるのかな、それで。なんていうかな、アセンション達成パーティーなので、はい、あ、なんかこう、あ、つながるってこういうことかっていうのが分かった人だけこう集まって。そうですか。はい。はい。はい。じゃあ、どうでしょう。はい、URL を。はい。はい。よろしくお願いします。はい。分かりました。ありがとうございます。はい。はい。あかりさん、なんかあります？はい。今ですね、チャットの方に入れたんですけれども、はい、ちょっとひらめきまして、スピリチュアルテレビを見たよって、ビコルに書いていただければ、はいはいはい、3月末まで 30% オフにします。お、なんかすごいですね。どうぞ、この機会に。ただ、平日とか結構入っちゃってるので、うん、メールやなんかではこう日程調整をしなければいけないと思いますので、連絡ください。お願いします。はい。ということで、赤井さんでした。ということで、ちょっと時間今日少なかったかもしれないんですけど、まあ、今日テレビはご参加だということでね、チャットの方は、アプリコットブレーンさん、あとアマモンさんのね、フィーリングの方で今日来ていただきました。どうもありがとうございました。またね、来週もやっていきたいと思いますので、またよろしくお願いいたします。今日は皆さんどうもありがとうございました。それではいいかな、まあ、まあ、まだチャットで続ける方もいらっしゃるかもしれないんですけど、ということで今日はこれで終わりにさせていただきたいと思います。それではさようなら、ありがとうございます。ありがとうございました。なかなか全員が映っちゃうんですけど、トモさん猫だからとりあえず置いとこう。ごめんなさい。はい、2人は最後さようならです。里見さん、どうもさようなら、ありがとうございました。ありがとうございます。
じゃあ音楽流してちょっと終わりますね。ちょっとお待ちください。アベマリア。